こんにちは、サックスプレイヤーの一平です。今日はですね、あなたの音の質を一気に、上げる方法についてですね、レクチャーをしていきたいなというふうに思います。音の質を上げる、例えばこうマウスピースどれ使ったらいいですかとかですね、リードどういうの使ったらいいですかとか、なんか中にこうストラップね、何使ったらいいですかとか、音良くなりますかとかですね、いろんなこと聞かれることあるんですよ。なんですけど、実際に本当に音の質を上げるのに大切なことっていうのは、そういうことじゃないんだよっていうことも含めてですね、今日はちょっとしっかりとお話をしていきたいと思いますので、ぜひこの動画最後までご覧になってみてください。はい、音のね、質を一気に高める方法ということで、大体ね、音を良くする方法って何か分かるっていうとですね、ロングトーンですかねみたいな、ロングトーン大事ですよねみたいな、みんなね大体今言ってくれるんですよね。ロングトーンのこと気にしながら、リード何使ったらいいですかとか、マウスピース楽器って何がいいですかとか、いろんなことをね、いろんなことがありすぎて、どれからどう考えていいのかっていうのが結構こう分からなくて、結局のところこうぐる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 してしまってですね、路頭に迷うっていう方が結構やっぱりたくさんいらっしゃるんですよね。そういった方向けにですね、今日はちょっとお話ししていきたいなというふうに思っています。で、もう確かにお察しの通りですね、ロングトーンが一番大切なんですよ。もう言っちゃうんですけどね、大切なんですが、こう実はね、ロングトーンっていうのに実はすごい落とし穴がねあります。ロングトーンの練習っていうとですね、だいたいどうですかね、こうメトロノームを使ってこう8拍伸ばして何拍休んで、8拍伸ばして何拍休んでみたいなね、ああいう、なんていうのかな、ある意味こういわゆるその基礎練習、ルーティンワークじゃないですけども、このなんていうのかな、練習としてこなしていくためにある程度型が決まっている方が楽だったりするので、何拍伸ばして何拍休みっていうやり方を、やったりする方が多いんじゃないかなと思うんですよね。で、特に吹奏楽部なんかにね、所属して一生懸命頑張ってるようなんて人は、やっぱりパートで一緒に練習したりするので、やっぱりそういった練習方法になることが、基本的には多いんじゃないかなというふうに思うんですね。で、それも別に決して悪いことではないんですけれども、実は本当に上手くなりたい、本当に音の質を上げていきたいなという場合にですね、実はちょっと問題があるんですよ。今日はね、ちょっとその部分を明確にして、よりね、音の質を上げるためにどういう風に練習していったらいいのかっていうのね、お話をしたいと思います。最終的にはすごい簡単な練習になるのでね、ぜひちょっと楽しみにしていただきたいんですけども、まずね、その今まで、そのいわゆるロングトーン、メトロノームを使って何拍伸ばして何拍休むっていうロングトーンにちょっと僕問題があるっていう話をね、今したんですけども、どういった問題があるのかね、ちょっと具体的にお話をしていきたいなというふうに思います。で、そもそもロングトーンってやる前はその音の質を高めるために、要は音を良くする目的でロングトーンっていうのをやるんだよっていうのはみんな頭でなんとなく分かってたりするんですよ。行った先でですね、学校の吹奏楽部とかにレッスンに伺ったりして、音を良くするのってどうしたらいいと思うって言ったら、ロングトーンですかねみたいな、みんな一応ロングトーンっていうことは分かってるんですよ。その目的も一応分かってるんだけれども、どうですかね、実際ロングトーンの練習に取り掛かると、なんかね、音を揺らしちゃいけないみたいな、音を揺らさないように気をつけなきゃいけないとかですね、あるいは音の長さ、ここから8拍きちんと伸ばせてるかとか、割とそういうことに意識が行きがちなんですよね。音をもちろんきれいにしていこうっていうことでロングトーンするんだけれども、実際のところは音をきれいにすることよりもですね、ついつい意識がまっすぐ伸ばすとか、あと音程が合ってるかとか、周りの人とね音程が合ってるかとか、割と音の質じゃないところに意識が行きがちなんですよ。ここにねちょっと書いてあるんですけども、音が揺れないようにするっていうことがですね、半ばちょっと目的みたいになってきてしまうことが多々あるんですよね。で、伸ばす長さ、なんかこう8拍伸びる前にいなくなっちゃったりしたら、8拍ちゃんと伸ばしましょうとか言って、伸ばす長さをねきちんと揃えたりする練習になったりしているんじゃないかなと思うんですよね。で、それって
本当はその音の質をね高めた、要はいい音が出せるようにロングトーンをやってるはずなのに、なんか途中で実は目的がすり替わっててですね、これはあの合奏をうまく成り立たせるための、まあ、いわゆる練習、その合奏の前の前段階の練習ってことになってるんですよね。目的がですよ、ロングトーンの目的が、まあ、特にこれはあの吹奏楽に所属しているあの、まあ、人たちがですね、やっぱりこういった基礎練習のやり方をして合奏であのきちんとね、あのみんなで合奏した時にうまくいきやすい練習を初めからしておこうという、という、まあ、それもあの決して悪いことじゃないんですよ。あのきちんと合奏をうまく成り立たせるための練習だから、もちろんそれがねきちんとやってるところはもちろんあの合奏もやっぱりある程度しっかりできるようになってくるわけなので、これはこれでやっぱ大切な練習なんですよ。なんだけどそもそもの目的はあれ、音を良くするのが目的だったよねっていうことなんですよね。で例えばそのこのやり方ですっごく音を良くしようと思ってもですね、実はね結構難しいんですよ。これがね一つね、いわゆる世の中で言われてるロングトーンっていうものの問題点なんですよね。まあ、なんで難しいかっていうと、まあ、今みたいなことなんですよ。音の質を高めること以外のことにやっぱ意識が向きすぎてしまって、結果的に音がある程度のところで止まる。で、大体みんな同じぐらいの音が出てくるぐらいの。だから飛び抜けてすごくいい音が出るとかですね。なかなかそういうふうにはなっていきにくい、まあ、練習方法に今なっちゃってるっていうことなんですよね。なのに、音のことで悩むじゃないですか、ずっと。いい音出したいのに、どうやったらいい音出るのかな、みたいな。で、そういうことを悩んでいくんですけど、まあ、それはやっぱりこういった練習方法にも実際問題があるよっていうことなんですよね。じゃあですよ、それを解決するにはどうしたらいいかっていうことなんですけども、これがねここです、今日のメインのお話。これがねすごく大切です。まあ通常ね音を長く伸ばす練習なのでロングトーンって言ったりするんですけども、僕なんかはこれロングトーンとですね音作りっていう言葉でちょっと縦分けてあの考えていたりします。音をね作っていく、要は自分の音をきちんとですね、いい音に育て上げていくというか、ね、音を磨き切っていく、あるいは育て切っていくというか、まあ、そういうね、ちょっとなんていうんですかね、こう、ただこう長く伸ばしていくとか、きれいにしていくっていうことよりも、もう音自体をですね、しっかりとこう作って積み上げていくというか、こう磨き切っていくというか、そういった、まあ、イメージなんですよね。それで、まあ、あえてそのロングトーンという言葉とちょっと縦分けて音作りという言葉で位置づけて練習するようにしたりしています。これですね、通常いろんな音、今までその言われてきたロングトーンってそのいろんな音を当然その練習していくじゃないですか。ドだけでロングトーンを終わらせたりしないで、ドシラソファミレド、まあ、下まで下がってみたり、あるいは上に上がってみたり、上から下がってみたりとかですね、大体こうスケールの、ドレミファソラシドの音を使って、大体まあロングトーンの練習するされるんじゃないかなと思うんですけど、このですね音作りっていうのはの基本的なことはですね、まず一つの音だけで自分の納得のいく音を出せるように練習するっていうやり方なんですよね。一つの音だけで自分が納得できる音をまず出せるようにするっていうのがこの音作りの大基本になります。いいですかね。いわゆるロングトーンだとついついルーティンワークになりがちなんですよね。こうメトロノームに合わせて何拍伸ばして何拍休む、何拍伸ばして何拍休む、なんかこうコツコツやってればそのうち音いつか良くなるんかなみたいな感じ。やって音が悪くなるってことはもちろんないので、やった分音が良くなってはいくんですけども、まあ結構時間がかかったりしますよね。どうしてもね、こうずっと続けていった人だけがこう到達できるみたいな感じがやっぱり多少あったりします。従来型のロングトーンですよ。で、このいわゆる音作りっていうのはその一つの音だけで自分が納得音が出るまで練習するっていうやり方なので、メトロノームをまずね使わないんですよ。メトロノームをまず使わないで一つの音だけを伸ばす。で、どの音でもまあいいといえばいいんですけど、例えばですね僕が好きなのは
解放のどのシャープ、大体みんな嫌いですよね、あのどのシャープ、なんかまとまった音がうまく出ないっていうか、こうね、立派な音が出づらいというか、なんかこうなんていうのかな、生の音がバーって出ちゃうというか、結構それ難しいんですよ。どのシャープ綺麗に吹ける人ってやっぱりどの音吹いても綺麗なんですけど、僕の場合はこのどのシャープの音を使ってですね、ロングトーンします。他のやり方もあるんですけども、今日とりあえずね、そのどのシャープにちょっと絞ってお話ししたいんですけど、このどのシャープを伸ばしながらですね、メトロノームを使わないで、ただ自分の音の質と向き合うんですよ。自分の音自体と向き合うんですよね。で、その向き合いながらですね、自分のアンブシュアの改善、要はちゃんとしたアンブシュア、ちゃんとした奏法をしっかり研究するなりですね、正しい方法をしっかり学んで実践する時間にするということがまず一つで、もう一つはリードの硬さ、これもね、適当なリードつけていくらいい音出そうと思ってもなかなかそれ難しいんですよね。なのでいいアンプシュアで吹けているなら、ちょうど良い硬さもリードの硬さも必ず分かるはずなので、一番いいリードのつけ方してるかなと、このマウスピースに対してリードの高さをですね、少し調節してもうちょっと硬い方がいいなとか、もうちょっと柔らかい方がいい音出るなとかですね、常にこのちょうど良い状態を探りながら、いい音を自分が出せるようにまずなっていく。どのシャープを吹きながらですね、もうちょっとリードこうだなとか言って、でアンプシュアもきちんと加えられてるかなとチェックしながら、ちゃんと加えてどのシャープの音をしっかり出していく。でさらにですね、呼吸法の改善、これも要は難しいことはあまり考えずにですね、腹式呼吸じゃないんですよ僕のね、呼吸法についてもね、動画をアップしてますので、ぜひちょっとそちらもねご覧になって、合わせてちょっとこの音作りの練習の時に参考にしていただけるといいかなと思うんですけども、呼吸法の改善、これもですね、要はたっぷり息が吸えてるかっていうことになります。ちゃんと息が吸える体の状態になっているかどうか、たくさん吸ってふんだんに息を使ってたっぷりとした息でしっかりサックスを鳴らしてやるっていうことですね。この3つの基本がまずしっかりと整った状態で、さらにですよ、この最後のこれがポイントです。この音作りに生命を吹き込むような作業と思ってもらってもいいと思うんですけども、自分がね、心から好きになれる音を出そうとし続ける。本当に自分が好きな音、要は自分がもう惚れちゃうような音がちゃんと自分のサックスから出てるかどうかっていうことに向き合い続ける時間にするんですね。それもたった一個の音で、いくつも音使わないで、たった一個の音でそれができるかどうかっていうのをちゃんとね、向き合い続けるんですよね。それをたった一つの音で、この基本的なこととですね、最終的に自分の耳で聞いて自分自身が本当に好きになれる音が出てるかどうか、これね、無駄な力が入ってしまってたり、なんか力んで噛んじゃったりしてるだけでもですね、自分の音って全然実は好きになれないんですよ。緊張した声出してる時の自分の声好きかって、そんな風になれないんですよね。喋ってる自分の声がすごく気持ちいいとか、なんか緊張してるとそんな声なかなか出ないじゃないですか。だけど、リラックスして自分の音がきちんと出せる、いや自分が本当に好きになれる音をですね、リラックスして自分の音を味わって出せるようになれるかどうかっていうことを、たった一つの音でできるようにまずなってしまおうっていうのが、この音作りの練習なんですよね。これがねすごく大切になります。よく考えてみると、音の質を高めるって結局その指は関係ないわけですよ。で、こうマウスピースを加える力とか、体のそれこそ使い方とか、基本的にはここなんですよね。このマウスピースを加える部分というか、もうこの発音の元の部分にもう全て集約されるわけなんですけど、つまりこういろんな音をこう出したりですね、こういわゆる従来型のロングトーンでいう、いろんな音で練習しといた方がいいよって、それはそれでもちろんあるはあるんですけども、いろんな音を出して練習したり、ロングトーン伸ばす長さをですね、何拍伸ばすとか、音自体入れないようにとかですね、いうことに意識をこう向けてしまうんではなくて、たった一つの音で自分が納得いく音がちゃんと出せるのかどうかっていうことを、追求していくと
いうことがね、結局のところ質を高めることになっていきます。これいろんな音でできても、結局一つの音で高い質の音が出なければ、他の音いくら吹いてもやっぱ同じっていうことなんですよね。だから結構その使用末節のことに振り回される、振り回されがちなんですよ。なんだけど、そういったことに振り回されないで、本当に根本の大切な部分、音を、一つの音をまずきちんと吹けるようにする、一つの音で本当にいい音を一つ出せるようになってみようと、そういう練習をしていくとですね、初めて自分の殻っていうのが破れるんですよ。自分が今までこんな音しか出せない、なんでだろうな、なんでだろうなと思ってた音が、もう一つ殻を破って一つレベルの違う音を出せるようになるってことなんですね。まあこれをやるのにですね、まあ、あんなことを気にしてみたり、ストラップ何がいいんだろうとか、マウスピースはこれかなとか、リードの種類をなんかこれに変えるとすごくいいような気がするんですけどとか、もうそういった使用末節のことに一切振り回されなくなるんですよね。ですので、ぜひですね、こういろんなことにですね、まあ、振り回されがちですけれども、まあ、そういったことに意識を向けるんではなくて、たった一つの音から磨き切っていくと、まあ、そういった方法でね、ぜひ、音の質をね、一気に高めていただきたいなというふうに思います。でですね、先ほどちょっとご紹介したこのアンブシュア、リードの硬さ、セッティングとかですね、あるいは呼吸法のことについても、記載をしたですね、PDF ファイルを今無料でお配りをしています。この動画の説明欄にですね、ダウンロードリンクを貼っておきますので、ぜひそちらから、ダウンロードしてご覧になってみていただきたいなと思います。まあ、こういったのね、音作りの練習をするのに、まあ、絶対に欠かせない要素について記載をしてますので、ぜひ一度ご覧になってみてください。はい。というわけで、今日はですね、音の質をまあ一気に高めるためのまあ方法ということで、お話をさせていただきました。またですね、こういったレクチャーの動画をアップしていきたいなと思っておりますので、ぜひね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい。というわけで、ではですね、また次回の動画楽しみに待っていてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。サックスプレイヤーの一平でした。バイバイ。